はい、えー、それではですね、皆様の感想をただ、フィギュアスケート界の話を見ていきたいと思います。 やっちゃやっちゃさん、どうもです。いろいろな意見を見て、体育会系の応援と文化部系の応援との違いがあるのかなと思うと、えー、少し理解できました。うん。野球とかサッカーのように、自分の応援しているチームしか応援しない的な、私はずっとコーラスをしていたんで、コンクールとか全国大会に出て、あ、すごいですね。うん。出たんですが、すべての演技に拍手するのが当たり前と思っていました。うん。価値観の違いもあるでしょうが、 やはり演技後に拍手はないのは悲しいですね。うん。いやそうね、悲しいですよね。まあ、コーラス、確かに、あのー、皆さん全員に拍手をしていた。うん。そういった感じがあります。フィギュアスケートは、やはりこうアイドル的な部分も大きいんでしょうかね、やっぱり。うん。っていうような感じが僕はしていますよ、やっぱり。はい。 M&K さん、よろしくお願いします。カブくん、こんにちは。私はテレビでスターズ・オン・ワイスを、えー、楽しみにしていて、いや、見たんだけど、がっかりしましたというね、ちょっともうショーをね、 あの見て、本当は楽しむはずなのに、がっかりしたというねいう感じになっちゃってますね。まるで、ある一人の人のショーみたいで、その人の歓声もすごいのに、他のスケーターや翔馬うくんの拳を振り上げて盛り上がるところが、全然盛り上がっていなかった、それを考えれば、今回の世界選手権は、えみんなにまんべんなく完成応援がすごくかみかえたなと思いました。 あっていう感じですね。世界選手権の時はね、本当盛り上がったんですけど、スターズ・オン・バイスはちょっとなんかがっかりっていう感じで、コメントですね。うん。はい。えー、マルディンさん、よろしくお願いします。スターズ・オン・バイスのグレースピー・ショ馬マ君の衣装から。えー、グレースピーの衣装、私が認識しているのは、えー、さ3枚ですと、うん。今回着ていたのは、えー、2作目で、これは孫いですか、ま、孫い孫いは オスの黒色ですねうん一番最初に来た時が a、えー、前後ろが反対で a、えー、地区 <laughs> がつけてしまった、ね、いうことでいま乳首が透けてしまった。うん。翔馬くん無頓着だから、ちょっとしたファンサービスになった。うん。乳首が透けてしまったという、ね、ことですね。はい、今回、グレスピーを披露をしたのには意味を感じる。うん。あのフランス大会の後、えー、全日本選手権で3回目の優勝。そして、えー、っと、優勝してキシビジョンでグレスピーを再び披露した。私的には翔馬くんの第2章の始まりののろしが上がったように見えました。だからね、これは翔馬くんの第3章の のロシを上げ上げ始まりなんじゃないかと、あそういった会社ができるんですね。で えー、現役のショマ君はステファンのもとで、えー、主に技術を磨いた、特にジャンプです。なぜ第3章の幕開けか,かと感じるのは、えー、最近の発言からもちろんフィギュアスケートが技術として表現の融合を踏まえるんだけど、その先はスポーツと芸術の融合ではないかと。うん、ショマ君のステージがもう一段階、えー、上,げたとこ上げた上での戦いが始まったとみている、えー。それを見たくもある昨今です。うん、なるほど。 またこうね、螺、え、旋、ー、ん階段のように上げていくということですかね。同じプログラムでも。うん。まあ、これからどんどんね、あの表現力の方を上げていくっていう話もあるので、うん。そこら辺も気になるし、あと技、技術による表現力の向上、うん。技術内での表現力の向上も楽しみだなって思いますよ、僕は。うん。 あのジャンプとかスピンをすることによって PCS が逆に上がるっていうのはね、いいなっていう気がしますよね。えー、北田岳24さんどうもです。えー、スターズオンバイス大阪2日目ですね。うん。録画中でまだ見ていないですが、えー、初日では、えー、昌まくんと、えー、かおちゃん、グレースピーとマトリックス。うん。最強ですね、この2二人。えー、国別でも最強の2二人でお願いします。翔磨くんの足の状態がこれ以上悪くならないように祈ります。いや、ほん、ちょっとねそ、それが一番心配なんですよね。うん。でもグレース ビスピットマトリックスって本当最強だなっていう感じがします。で、サットンのソロはドラマゲームオブストロー、あ、ゲームオブストローンズからジェニー・オブ・オール・オールド・ストーンズという楽曲で、えー、ステファンに振り付けをしてもらったプログラムです。重厚で悲しい感じの曲でした。サットンの力強さ、滑らか、柔らかさを堪能できますということですよ。うん、うまいなぁと思いました、えー。随所にステファン・ミがありましたというね。ステファン・ミがあった。うん、ちょっとね、見てみたいですね。えー 情報がいろいろありまして、世界選手権に戻りますが、シ、え、ョーマ君がフリースケーティングのステップシークエンスで、えー、満点だったことは、かぶくんも褒めてくれましたね。えー、この満点なんですが、えー、現役時代のステファン以来、えーそ、あ、現役時代のステファンや。ステファンってどこでステップシークエンス満点だったんだろう。うん、でもステファンのステップ本当すごいですよ。僕が好きなのは2008年フリーあ、ショートのカルネ・クルーダ、うん、このステップは本当に圧巻でしたね。 うん、あとは、まあ、ポエタのステップもほんとかっこよかったですね。うん、でもトリ、あのー、のオリンピックのショートのなんだっけナントカリオンっていう。 なんとかリオンっていう曲も、あれもかっこよかったな。うん。2018年、2019年シリーズのルール改定以降、フリースケーティングのステップシークエンスで満点を出したのは世界初らしいですよ。おー、すごい話ですね。ショーマくんやったわ。指定も最強だわ。うん。この世界選手権はショーマくんの記憶にも、もちろん、えー、記憶にも残りますね。すごいですね。あの、ステップで満点ですからね。うん。一人4がありましたが、あれ、調停止になるんで。うん。フランスだったかな。でもみんな5ですからね。 す,ごいです、ね、うんでもステファンの、えー、と2010年のねバンクーバーの時の、えー、っけウィリアムテルのステップかっこよかったなって思いますね。う えー、ワイム様よろししくお願いします今、Yahoo ニュースに世界選手権に出場していた内外の選手たちが日本の観客の応援や声援に感動しているという記事がそれぞれの選手のコメントを交えつつ上がっていました。うん、誰がいないとかチケットの売り上げがどうとかそういうことだとは別にやはり大成功であり日本観客は MVP だったんだなっていう再認識をしました。うん、これ誰がとかそういうの関係なしに感じたことだったり、まあ、そういうふうな部分があるということですよね。 今後のフィギュア界に責任があるのはもしかしたら私たちファンなのかもしれませんね。そういう意味では今回の世界選手権は9大点をもらえたんだと思います。あとこれは私の意見ですが、一つ問題があるとすればチケットが高,高額なこと、もう少し安くなれば新規のお客さんも来やすくなると思う。アイスショーもですね、あなるほど、やっぱ高いっていうこともやっぱりお客さんが来ない要因になってきてるんですかね。うん。そこら辺の収益分、あのまあ、損益分岐点って言いますかね。そこら辺は ちょっとこう考えていく必要があるのかなっていう感じがあるような気がします。収益をどう確保していくのかっていうところが今後、課題になってくる気はしますよね。うん はい。えー、アリナさん、よろしくお願いします。宇野選手、無理せず休んでほしい。うん。紀平さんもアイスショーで無理して悪化をしてしまった。ファンのダメにとか考えないで体を優先してほしいです。うん、ね、ちょっとやっぱりこう、やらなければいけなかったりとかね、やっぱりそういうこう、チケット、それこそチケットの花ね、部分もあるかと思うんですけどもね。うん、やっぱり宇野選手ね、あの、まあファンの皆さんも、えーね、結構温かくね、してる、する方も多いかと思いますので、うん、だからあの、ね、えーまあ まあ、できれば体をね、本当に第一に考えてほしいなっていうところはありますよね。うん。またね、出なかったら出なかったで、またこう、いろいろこう言われるんでしょうかね。絶対言われますよね。うん。まあ、でもそれを僕はね、ちょっと言うのは失礼な気はしますけど、だからせっかくね、チケット取ってるのみたいなね、ことあると思うんで、まあね、買、ま、い、あ、になるべきな感じは、ちょっとしわ、しわ、 するはするんですけどでも体はやっぱり一番ね大切にしてほしいなと僕も感じますようんえワイム様ありがとうございます翔真君今日はパダムパダムでしたねでも世界選手権の時のエキシビションよりやあ軽い柔らかいえパタムパタムだったような気がしますうん r 2 r 18とも愛もちょっと少なめという患者んですねなるほどちょちょっと疲れてるのかなえ世界選手権の時は一気に迫るうんええっていう感じだったんでえ試合後の紅葉もあったのかそれともいろいろ 試してるのかなうんちなみに私は今日バージョンの方が好きです。大人の恋愛っていう感じがするからあ本当ですか。動画を探していこうと思いますね。うん今回はよく見れてなくてちょっとね探していくんですけども。うん はいえー、マレリディンさん、よろしくお願いします。フィギュアスケーターの応援の仕方コメントなどは変えられない、うん。私の引っ越しのコメントにも話したように、えー、他人は変えられないけど、自分は変えられる。これが私の答えあこれは本当その通りですよね、うん。アンチコメントも言論の自由があるから変えられない。本、う、当、ん、その通り僕ね、そういう感じですね、僕も。うん、アイスショーの応援の仕方も、えー、ルール違反ではない限り自由です。だから私は、自分の精神衛生のためにもアンチコメントはする。 YouTube でもそれだけそれ出しきるものは、えー、開けない、うん、好きなフィギュアスケーター好きな歌手バンド、えー、好きなスポーツもずっと変わらないとなると現役を辞めた人もいれば亡くなられた人もいるわけでうん。 えそうですね、えー。ずっと好きだって気持ちは変わらない。他人には変わらないから自分のためにスルーしよう。うん。本当ですよね。スルーしするのが一番いいと思うんです。ただね、あの例えば会場とかでそう悪口言ったりとか、なんか結構、よ隣の方が、ね、言ったりとかすると、気分は悪くなってしまうところはあるかなと思うので、まあね、まあ、できればね,、まあ、あの言わね、そういうのは、ね、言わない方がいいっていうところもあるっちゃね、あるんですよね、うんまあ、なんかとね。 逃走なんだ、あのね、えー、な,なんでこう、討論、討論じゃないなんか炎上ですかね、とかなんなければいいなっていう気はするんですけどね。うん 実際今回ね、あえっと今僕の場合は、まあそのショーとか生で見たことないので、ちょっとやっぱりその生で見てないんでね、ちょっとどういう感じなのかっていうのはちょっとわかりませんけどもね。うんえレモンみかんさんどうもです。え今日のえスターズオンバイスは、え宮原ストコさんのシャンソン、行かないでが良かったです。なるほど、行かないで、しみじみ。うん 佐藤ささんんのスピンが美しい胸を打ちますえ佐藤さん日本にも玉置浩二さんの曲、行かないでというのがあります。え題名は同じ。ああ、行かないで行かないで。香港人が大好きな曲ですよっていう、ね。あ、ほんとこれもちょっと見てみたいですね、うん。ステファン色が多かったということらしいですけども。うん はい。アクアマリンさん。よろしくお願いします。えー、ケビン・エイモズ君のキスクラニータコーチは、元イタリアのシングルスケーターのシルビア・フォンタナですということですよ。シルビア・フォンタナさん。あ、聞いたことありますね。そういえば、アクアマリンさんが以前おっしゃってたかな、それこそ。うん。シルビア・フォンタナさん。えー、ソラトレイクとトリノにも出ていました。えー、元ペア、ジョン・ジーマン、あ、ジーマーマン。ジ、ジーマーマンか。ジーマーマン。えー、イナ・キョウコさんと組んでいたと結婚ということですよ。皆さん。うん。 はい、なので結構有名な方でございますね。ストレトレイクのトリノの時はすいません、えっと、ちゃんと僕見てなかったのかなって思うので、うん。 ははいい、えー、コピアささんんんんよろししくお願いしますさんこんばんはもうちょっといろいろ興奮しすぎておかしくなって、えー、いますがようやく落ち着いてよーくアイスリンクを見ると何だろうえー、アイスホッケーのマークがあるということです何、ね、でこんなん私初めて見たかも大阪でアイスホッケーをして、えー、そのままの氷を使ってるんでしょうかなんか素人が遊びに行っているリンクではないのになんでなんでって思っちゃいましたというアイスホッケーのマークがあるんですねまあ多分 アイスホッケー用のリンクだった可能性があるんかなっていうことですかね。うん。まあ結構ね、ある、ゃあるのかなっていう気はしますよね。でもこれはどこの入ン方なっんてあれどこだった今回のスタートアイスって。まああのね、えー、あのアイスホッケー仕様の氷だったんですかね。うん。 はい、えー、エビデーさん、よろしくお願いします。まだ今日の公演を見ていない,いないんですが、えー、昨日は幸四郎くんも、えー、本当にリンクが狭くあリンクが狭く感じてっていうことは、ね、なるほどですね。足が長く美しい、足がリンクからはみ出してしまうわ。うん、風情のあるムーラン・ルージュ。そして、まおちゃんのキャンディーくだサイのお月きの、えー、お兄さんはカズキくんでしたね。うんああのまお、えっと、ちゃん、またこの曲だったんですね。真央ちゃんのと 最強かと思ってたけど、カズキくんも滑ると、やっぱりカズキくん恐ろしくうまいし、マ、えーちゃん確かにまだ14歳っぽさ、良い意味でのジュニアらしさがちゃんとあります。マ、えーちゃんま、まだまだこれから成長していくんだなって、どんな大人スケーターになるか楽しみですね。うん、いや、そうですね。4回転ジャンプ、トリプルアクセル、うん、マスターしつつ、さらに表現力も上げていくということなんで、うん、怪我には気をつけてやってほしいですね。でも、このキャンディーくださいっていうのは、そこは可愛かったんですが、その後の今 曲目、うん、曲がですね、大人向けらしいですね、これはね、うん、どんな曲なんだろうっていうちょっと気はしちゃいますけどね、うん。は、hey, い、えー、ハニーブーさん、よろしくお願いします。ONEPIECE o n s のルフィの左手のみの写真が公開されましたどうですよ、うん。え、誰の手だと、ネット探偵さんたちが検証開始ということですね。 うん、高橋大輔選手ではなさ,そうなさそうだし宇野選手もなさそうということですね。私は島田幸四郎君と思ったんですが、どうでしょうか、仮想天並みの眼目力を持つ方の考察を求む、うん、4月2日に発表だそうですので答え合わせが楽しみということですよ。うん、こちら、なんかワンピースオンアイスのルフィの左手、うん、誰だっていうことで話題になってますね。うん はいあそしてこれは速報になってくるのかなと思うんですけども、夢さん、よろしくお願いします。えっ、ー、とファンタジーオン・ワイス A ツアー幕張、えー、宮城・夏川りみ、福原美穂だそうですよ、うん、B ツアーは、えー、新潟、えー・神戸で、えー、小林さんですね、そしてディアン・ヌ藤岡ディーン・藤岡かうか、ん、追加スケーターが山本壮太、えー、幕張、えー、宮城、うん 坂本香織が新潟神戸、三原舞全公園というあ,ありがとうございます。これゃ速報になってると思いますよ。うん えー、マルディンさん、もう一丁です。やっちゃえっちゃん様へ。気持ちはよく理解していますよ。カブくんテレビは楽しくフィギュアスケート愛を語れる場所と思って、えここだけにコメントをしています。えそ私,のですら私ですら、かカブ君テレビで目にもしたくないコメントを聞くと、えー、それこそ前久保様のようにぶち切れたい。うん、でもそれをするくらいなら、え自分の衛生精神衛星を守る方を選択するんで、えー、無言でされますよ。バイバイ、うん。フィギュア愛を語りたいから、マイナスコメントはしたい。 と心しはいまあでも今回それ以上にちょっと怒りがね高まってきてしまったのかなっていうそういうね感じがありますねちょっとうんまあねそれがね一番いいとは思うんですけどもうん。 はいえー、逆に言うことによって、まあ、ストレスが解消されたりとか、まああのー、今の状況が、ね、分かったりするっていうこともあるんで難しいところであるんですけどもアクアマリーさんよろしくお願いします国別に出場するアンナ・ペセッタイタリアは、えー、ジュニアグランプリア,アイスチャレンジにも、えー、出てあアイスチャレンジですねうん出ていましたよ,よしち,ょっと僕はちょっとね忘れてしまった可能性がありますね、えー、ビッグジャンパーあビッグジャンパーか ちょっと覚えてる気もします。イタリアの坂本香織で、まだ安定感はないけど、ポテンシャルはありそうというああ。ちょっと待ってくださいね。あの、もしかしたら覚えてるかもしれませんね。うん。え国別に出場する韓国ペアのスティーブン・アドックは、イギリス生まれの27歳。えジュニア時代はイギリスでジュニアグランプリや世界ジュニアに出ていたけど、いつの間にか,か,かカナダに移籍ということですね。えさっき、全カナダ選手権で5位でしたえ。また、いつの間にか韓国に移籍して、練習拠点はカナダ。まだ 組んだばかりなんで、多分国際試合初出場で、えー、全韓国選手権が157.30の動画上がってます、うん。ショートプログラム、アンナ・カレー・ニーナ、えー、フリープログラム、ラフマニロフのピアコン2番、ね、ピアコンね。あ、え、ん、ー、ナ・カレー・ニーナって僕はですあの好きな、ね、ちょっとプログラムになっていくんですけどね。うん はい、えー。ハーナリブの YouTube は韓国ファン向けのようで、韓国語の字幕をつけています。えー、世界中にある様子も撮っていました。ナオキノシ君や信者も白写り、国別でも撮影するかなーという,うことです。うん、この子が、えっと、陽キャといいますか、結構そういう感じで YouTube をされているということなんで、 注目ですねうん本当この組これから注目ですよ本当あのそうこ、ん、うしてるうちにかなり上がってくる可能性もあるので、えー、にわかに僕は注目してますけどねうん。 はい、原さんよろしくお願いします。かぶくん、お久しぶりです、うん。今更の書き込みで申し訳ありませんが、今年の世界選手権も最高でしたね。うん、宇野選手の2連覇に酔いしれています、えー。自分がこの時代に生まれて,たあ生まれてこれたこと、えー、神様に感謝で,で,です、うん。宇野選手の競技人生をリアルタイムで見られる奇跡、えー、そして宇野選手と宇野選手を支えてくださった方々に感謝感謝です。えー、スターズオーバイスに行く予定なんで、また宇野選手の、えー、バナータオルフリフリしていきます。 足が心配なんで、えー、無理はしてほしくないです。うん、足だけが心配ですよね、僕、それだけなんていう感じはするんですけども、坂本選手の2連覇もすごいですね、友野選手の演技ももりもり盛り上がっていましたね。 うん、素晴らしい世界選手権だった、これは間違いないです、うん、いやこれはもうね、皆さんおっしゃいます、本当とね、ほぼ100%かなっていう感じになってますよ、僕は。うん、あのこれはもう画面で見ても明らかにだし、えー、皆様のコメントを見ても、現地感染レポート見ても、皆さんおっしゃいますので、まあ、本当にそういうまあ、説,説得力はあるのかっていう気はしますよ。うん えー、皆様こんばんは、どうもです。今日は、えー、仕事が忙しく、ようやく週末に、えー、スターズ・オン・ワイス2回、あ2日目の翔ょまくんは、魅惑のパダムパダムだったとか、うん。で、き、え、のー、は元気なグレスピーを、今日は大人プログラムで見せた。えー、明日は何かで、何か楽しみですね。赤オーボまさかのラビアン・ローズだったりして、うん。まさかのマイケル来るかな、えー、ムーンフォークみたいな、うん、えー。天国の階段かな、グラビティかな、ロコがみたいな、うん。ロコよ来い、あ、ロ,ロコよ来い。<laughs> 少しハードかなもうトゥーランドットかな冬もあるもん <laughs> 全部です全部。久しぶりにあれよあれが良いいいわ。タイムアフタータイム、TAT これがまさかのおしゃれなプログラムだし。うん さて明日この中にあるかなうん楽しみいろいろ見たいわで、ね、うんいや本当ですよねラベンダー作くには出たのちょっと見てみたいなっていう気持ちとしてくるんですよねいろんな宇野選手のプログラムをちょっと見てみて新しいプログラムちょっと気に、ね、勝手に気になっちゃったりはするんですが、ね、逆に違うねとかうんあのジュリアの時やったプログラムとかちょっとやったらちょっともう,う,うわーってなっちゃいますからねうん。 あと、ザ・シークレット・ガーデン、うん、ステップスかなあれ、本当に泣,泣けるんですよね。感動し、前半から中盤のところの、えー、曲のところでちょっと感動しちゃいますね。でこうステップシークエンスからの、あ、ステップかな まあ、トリプルフリップ飛ぶ曲変わるところね、ちょっと好きですよ。うん。えー、立盛り猫さんどうもです。生パダーム見てきました。うん。あっ、見ちゃったんですね。これはやばいなっていう気がしますあっという間に終わってしまった。もっと見てたかった。って、本当にね、パダームってすぐ終わっちゃうなって思いましたね。でも会場で見てたっていうと、これは本当にね、やばいなっていう感じですよね。うん。 あっという間に終わってしまうっていうのはあるんですよね。ねえー、マディンさんどうもです。うの番来ました。うんあ本当に結構頻度が高いですね、えー。ファイブモフモフは大阪のショウマ君に会いに行ったよ。えー、ショウマ君は出てきてくれた。真っ先に走るのはエマだよ。いつものエマのおななでなで、えー。チビのロコアコロンも、えー、負けじとショウマ君のもとへ。デ、え、ミ、ー、ストレーナーにもショウマ君がか。急いで行ったね、えー。デミストレーナーのモフモフに大人気。うん。えー、帰りの車でのショウマ君の席に居座るエマは、キュインキュインと歌っている。 いやしばらく翔幕に会えないことを指しているって、この泣き方はね寂しい感じだってます、ねうん、哀愁を帯びた声にも聞こえたよ。翔、え、真、ー、君も頑張っているから、今マもお留守番、えー、頑張ってね。うんあ本当ですね。うんでもね、ちょっとね、今、いやいろんなね体の方も悲鳴を浴びれている部分もあると思うんで、うん癒されていってほしいですね。うん え三浦さん、こんばんは。よろしくお願いします。私は、ショーくんファンですが、かぶくんテレビのうまこさんの投稿が大好きです。うん、あそうです100回ね、超えたんですよね。うん。うまこさんは、ゆずくんファンだと思いますが、なんか、生き方とか、コメントの仕方とか、大好きです。お互いファンの選手は違うけど、盛り上がっていきましょう。うん、あね、本当ですよね。そんな感じで、愛があるなっていう気がしますよね。なので、うん、でもギフトね、今日は、今日は終わっちゃうということなんで、あの、明日以降のね、 どうなるのかっていうと禁断症状が現れないかって心配はちょっとあるんですけどねうんはい、えー、マイク・バーティラさんどうもです、えー、カムくこんばんはやっちゃんやっちゃん様のおっしゃっていることなんですが、えー、現地へ行った一人一人としてあ 一人して申し上げると、えー、自動、自動音が多かったということなんですね。うんなるほど、えー。それもアリーナ席の最前列に、羽生君の時はは、えー、すごい盛り上がっていて、バナーもたくさん振られていました。えー、羽生君はやはり単独賞にした方がいいかもね。うん。出演をしている、めったに見,見られない演技をしてくれる海外の選手にも失礼だしね。という、海外の選手にもそういう感じで、あんま拍手なかったっていう部分があったんですかね。羽生君の演技は素晴らしかったですよ。 でもね、他者をリスペクトしないなら、リスペクトもされないようになってしまわないかなと気,が気づかないんだろうなオンリーは。オンリーは悪いとは言わないけどね、ね、うん、僕はあまり気分良くなかったねということですねえ。休憩時間ですが25分ありましたがえ、その間は特に何もされていません。僕はトイレと一服に行ってきました。あれちょっと長かったかなということですね。うん、はいといとう感じで ちょっとまあ、世界選手権の時の応援レポートとはだいぶ違うなっていう雰囲気になってますね。まあちょっと僕ね、現在、あのあの今回は、えー、演技を見てないんで、ちょっと分かりませんけれども、ちょっとこう、そういう部分がやっぱり見受けられたっていう感じですかね。うん